はいどうも、発狂マシンガンナッシュです。今回はビッグタイム予想ということでやってまいりました。ということで、まあ、今回はユーロとコパアメリカ優勝決まったということで、まあ、ビッグタイムの予想やっていこうかなと思います。まあ、前回はね、まあ、ショータイムの、まあ、予想したんですけど、まあ、正直ね、どっちで来るかわからんのよ。まあ、ビッグタイムの可能性もあるし、ショータイムの可能性もあるということで、まあ、今回はビッグタイムの予想をやっていけたらな。まあ、ショータイムとね、まあ、予想がめちゃくちゃ変わるってわけじゃないんですけど、まあ、一応変わるとこもあるんで、一応動画にしていこうかなと思います。まあ、ショータイムの予想もぜひ見てもらえたらな。まあ、ショータイムとビッグタイムの違いはね、僕の中では、ショータイムは大会を通して活躍した選手。で、ビッグタイムはその1試合ですごい活躍をしたとか、そういう選手も入ってくるんじゃないかなと、勝手に思ってます。まあ、ビッグタイムももちろんその大会を通して活躍してた選手も入ってくると思うんですけど、まあ、その1試合で、まあ、インパクトが強い選手。ワールドカップの時のビッグタイムで言うと、決勝行ったムバッペとメッシと、まあ、普通に活躍してたグバルディオルやったかな。ビッグタイムってね、こういうメッシとかで言うと、1試合に注目したビッグタイムっていうのかな、そういう感じだったりするんで、まあ、一応そのショータイムとちょっと、まあ、予想が違うっていうのか。で、まあ、今回も僕の勝手な予想なんで、まあ、外れる可能性はもちろんあるんで、まあ、そこだけはご了承くださいということで。もしこのビッグタイムが来るとしたら、もうすぐ来るんじゃないかな。まあ、今週の木曜の可能性もあるし、来週の月曜とか、それかまあ急に来るっていう可能性もあるんじゃないかなと。このワールドカップビッグタイム来た時はね、確かなんか急に火曜日とかやったんじゃないかなということで、全然なんかいつ来るかわからないんで。ということで、最初によければチャンネル登録と高評価、本当にお願いします。それではやっていきましょう。まあ、今回も前回のショータイム予想と同じで3パターンで予想やっていこうかなと。まあ、コパアメリカとユーロ混ぜたガチャと、まあ、ユーロだけのガチャとコパアメリカだけのガチャっていう、まあ、その3択だと思うんで、まあ、3パターン予想やっていけたらなと思います。ということで、まずは、まあ、ユーロだけの予想をやっていこうかなと思うんですけど、個人的に印象に残ってるっていうか、そういう選手もいるんで、まあ、上げていくんですけど、まず一人目、ベリンガムですね。こちら、週刊でも登場したんですけど、オーバーヘッドよ。あれはちょっとビッグタイムになってもいいんじゃないかなっていう。ただね、ベリンガムは最近ショータイム来たばっかりやからね、それの上位互換が、もう来ちゃったらね、ちょっとなんかあれやけど。でもワンチャンありそうやねんなっていう。イングランドもね、決勝まで行ってるということで、全然可能性はあるんじゃないかなということで。いや、このベリンガム来たら、フェノメナルフィニッシュもついてそうということで。で結構激アツやけど、このベリンガムちょっと悲しくなるね。って考えると、まあどうなんやろって思うけど、まあ一応可能性あるんじゃないかなということで。まあ普通に来てほしいね、このベリンガム。フェノメナルフィニッシュベリンガムということで。これ来たら結構熱いんじゃないかなと思いますね。お次はポルトガルのキーパー、ディオゴ・コスタということで。まああの試合ですよ。まあ、見てた人なら知ってると思うんですけども、覚醒ですよ。すごかったね。延長の時になんかビッグセーブしたんやったかな、確か。記憶が曖昧やねんけど。ビッグセーブしてから PK 戦も全部止めちゃうっていう。あれはやばかったね。完全にゾーン入ってたということで。あれはまあビッグタイムに値するんじゃないかなっていう。あれマジですごかったね。ほんまに、まあ僕ポルトガル応援してたんですけど、ほんまにありがとうって感じでしたね。まああの活躍はビッグタイムになってもいいんじゃないかなっていうか、なってほしいですね。でまあお次のビッグタイムの予想は、ヤマルですね。ヤマルもまあ最近ショータイム来たんでショータイム予想には入れなかったんですけど、ビッグタイムならワンチャンあるんじゃないかなということで、まあ最年少ゴールよ。まああれがまあブリッツになってきたら、結構熱いけど。まあまあ、こっちはモメンタル持ってるから、まあなんとか差別化にはなるやろうけど。まあビッグタイムヤマルもワンチャンあるんじゃないかなっていう。いや、ブリッツヤマルとか来たら結構熱いけどね。いや、あのシュートもすごかったですね。ということで、まあヤマルも、まあ、ビッグタイムに全然なってもおかしくないけど。まあ一応ショータイム最近来てるんで、まあ可能性的にはちょっと低いのかなっていう。やっぱベリンガムヤマルはちょっと可能性低そうかな。さすがにこのショータイム来た後っていうのがあるんで、ね、本当は来てほしいんですけど、まあ、このショータイムたちがもうかわいそうすぎるんで、ね。まあお次は、まあシンプルにダニオルもショータイムでも予想したんですけど、まあ、今回のユーロ2024活躍すごかったんで、まあ、全然あるんじゃないかな。まあ、ダニオルモはもう普通に来てほしいね。ビッグタイムかショータイム。どっちかでは来てほしいなっていう。やっぱり今ライセンスないチームにいるということで、まあこういうとこでしか出せないんで。まあダニオルモ来てくれたら、まあ普通に能力も強くなりそうやしね。で、まあ、あとスペインで言うとやっぱ結構いい選手いてね。ククレジャとかニコ・ウィリアムスとかも。
結構いいんじゃないかなと思ったり、まあ、カルバハルも普通に来てほしいけどね、なんかで。で、まあ、あとはやっぱりロドリもビッグタイムになっ てもおかしくないんじゃないかなと。まあ、前回もショータイムで予想したんですけど、大会 MVP やし、まあ、全然ビッグタイムで来る可能性あるんじゃないかなということで、ビッグタイムの候補で言うと、ここら辺になってくるんかなと。大体予想はこんな感じになるんか。考えると、あんまりね、前回と予想が変わらないっていう。ベリンガムヤマル来てほしいけど、ショータイムの後すぐ出すかな。上位互換になるやろ、ビッグタイムやったら。って考えるとね、ショータイム取った人からするとだいぶきついんでね。ワンチャンやりそうでもあるけど、さすがにないと思って、まあダニオルもロドリ、まあビッグタイムでも全然ありやし、まあディオゴコスタも、まあ、入れてもらえたらなということで、そこら辺になるのかなと感じで、まあ意外と予想は変わらんかもしれないな。候補には入ってくるけど、最終予想で言うとそんな変わらんっていう、ね、結局ダニオルモとロドリがガチャになるんじゃないかなっていう。まあヤマルベリンガムビッグタイムになってほしさあるけどね。でまあお次コパアメリカなんですけど、まあ、コパアメリカはねそんな予想変わらんのよ。やっぱりハメスは入ってくると思うよ。いやハメスはやっぱりショータイムかビッグタイムどっちかで来てほしいよね。さすがに大会 MVP やし、この活躍はショータイムかビッグタイムになってほしいなということで、ハメスこれ期待したいですね。まああとはやっぱりアルゼンチンからということで、あでもラウタロとかワンチャンビッグタイムになる可能性ありそうやけどね。まあ今ショータイム来てるからちょっとあれやけど、ラウタロもむずいな。ショータイム来てるしビッグタイム来るってなったら3回目やし、とまあちょっと可能性低いかもしれんけど、いやラウタロもすごかったし、まあ、あとやっぱりエミマルもビッグタイムになる可能性は全然あるんじゃないかな。でまあ、あとはロメロとかも良かったり、やっぱコパアメリカもエミマル、ハメスがとりあえずほぼ確定でいいんじゃないかな、来るとしたら。まあ、あと1人、まあ、誰かって感じで、あの3位決定戦でスアレスがね、まあ、決めてたりもするんで、まあ、スアレスもねなんか来てくれたら嬉しさはありますけどね。もちろんスアレスビッグタイムになったら欲しい人はめちゃくちゃ多そうやけど、ね、ということでまあラスト、まあ、コパアメリカアメリカとユーロ混ざったガチャやった場合、ここがちょっと予想むずいよね。候補で言うとまあ一応さっきも紹介したベリンガム、エディオゴコスタ、ヤマル、エミマル、ハメス、ダニオルモ、ロドリとかになってくるのかなと。まあ、ここから3人絞るってなったら結構むずいけどね。やっぱりこのユーロとコパアメリカ混ぜた時ってね、優勝したチームから出してきそうやねんな。でも混ぜた場合の予想すると、まあ、ちょっと攻めてるんかもしれんけど、まあ、ハメス、エミマル、ダニオルムかロドリって感じになるんじゃないかな。しっかり優勝したスペインとアルゼンチン入れつつ、まあ、ハメス、ロドリゲスが活躍すごかったんで、まあ、混ぜた場合はそういう感じになるんじゃないかな。まあ、ダニオルムかロドリはちょっとどっちかむずいな。大会 MVP のロドリ方が可能性高いどうなの。でもダニオルも来てほしい今日ね。感じでちょっとここむずいけど、まあ、ワールドカップの時は、まあ、決勝行った2チームと、まあ、普通に活躍したグバルディオルやったんで、まあ、ハメスも全然、まあ、可能性あるんじゃないかなということで、いやハメスやっぱ来てほしいわ。ビッグタイムハメスめっちゃ使いたい。普通に欲しすぎるということで、ちょっと僕の願望でもあるんやけど、ハメスは来てほしいなと。でまあエミマル来たらね、ビッグタイムのキーパー初めてになると思うんで、それも結構熱かったり、まあダニオルムかロドリどっち来ても普通に良さそうやしって感じで、ユーロ&コパアメリカのビッグタイム結構激アツになるんじゃないかな。まあ、分けた方がね、そらビッグタイム選手いっぱい獲得できるんで嬉しいけど、なんかビッグタイムにした場合やったらなんか混ぜてきそうやなって、ショータイムやったら分けそうやけど、ビッグタイムやったら一緒にしそうっていう僕の勝手な予想ありますね。まあ来てほしい選手はいっぱいいるけど、まあ、結局最終的にたどり着くのはまあここになってくるのかな。ショータイムの時と最終的には4人の予想変わらんっていう、やっぱエミマル、ハメス、ダニオロ、ロドリ、まあ、ここの4人になるんじゃないかなっていう勝手な予想ありますね。やっぱりベリンガム、ヤマル、ラウタロがね、まあ、しっかり活躍してたんですけど、ショータイム来たということでちょっと可能性は低いのかなと思いました。まあ、ただ全然来てもおかしくない活躍だったんで、可能性は全然あるんじゃないかなということで、まあ、大体こんな感じの予想か。ビッグタイムになった方がなんかかっこいい今日ね。まあ、ショータイムももちろんいいんやけど、ビッグタイム方が特別感あって、まあいいんじゃないかなということで。あ、ちょっとビッグタイムに期待したいかなって感じで。まあ今回の予想はこんな感じかな。ちょっとショータイムの時とそこまで予想は変わってないんですけど、まあ一応候補が増えたって感じなのがあるんかな。ということで、まあ皆さんの予想もぜひコメント欄に書いていってもらえたらなと思います。ではちょっと言い忘れてたんですけど、まあ e フットボール公式のツイッターで、アルゼンチンを、まあ、祝福するツイートがあったということで。まあやっぱアルゼンチンはとりあえず出してきそうやな、何かしらで。まあ画像貼っておくとこんな感じで。この5人がまあ関係あるのかわからんけど。ということで、まあ今回の予想は、まあ終わっておこうかなと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。